こんにちは、浜田美香里です。私たちは24歳で会社を辞め日本を旅するカップルです。神奈川県を出発した私たちは森町に来ました。ここにはワークアウェイという制度を利用して2週間滞在します。今回は森町のディープな商店街を散策、森町の魅力がたくさん詰まった動画です。今ですね、私たちは静岡県の森町という場所にいます。森町、だいぶこうのどかな場所だね、うん、人口は約2万人みたいです、うんうん、で、まあ、今日はちょっと仕事が休みだったんで、森町をちょっと観光したいと思います。イエーイ。で今、ホストの方にとりあえず雨宮神社っていうところまで車で送ってもらって、うん、雨宮神社をちょっと散歩して、でなんかどうやら和菓子屋とか、うん、古民家カフェが結構あるみたいなんで、食べ歩きみたいな感じでいろいろ回っていきたいと思います。楽しみ。なんかすごいね、雰囲気がね。だいぶ雰囲気ある。どう？めっちゃ趣うーん、またお祈りしてみた。まあ、適当に神社適当に神社散歩して商店街の方に行きます。お目当ての長坂食堂。でもなんか商店街はどこにあるんだろうっていうくらい。いやだからこれが商店街だよ絶対。絶対違う。見たじゃん、がっつり商店街さんの。これが商店街かな。これからあ、これからか、うん、まあやっぱなんか静岡だから、うん、ほんと和菓子とか、うんうん、お茶に合うやつ。そう、うん、やっぱお茶を飲む文化がうん、あるらしいね、みんなね。急須でだってやっぱこっちの人お茶入れるって言ってたし、うんうん、この辺がまあなんかちょっと栄えてきた、うん、あ、あれやん、アリア、アリア、あそこに書いてあったわ。本当だ、お米屋さんがやってるイタリアンジェラートか、うん、その奥さんがさ、どっかであのパティシエの修行をしてて、あ、イタリアだ、あ、イタリア、そうそう、うん、でもお米屋さんに嫁ぐことになってしまって、でなんかコロナでこう売り上げうんぬみたいになった時にジェラートともうお米合体させちゃおうみたいな。でもお米屋さんの近くにお昼ご飯を食べる長坂食堂がある。これじゃない、これでものれん出てないの。いやこれだと思う。嘘、あ、長坂って書いてある、長坂専用中心。え、これこれかな。確かにこれは初見じゃ入れないかもしれない。これお店、うん、あとラーメンってうっすら書いてね。書いてるわ。じゃ行ってみて。え、もう入るの？いや、まだ入んないけど、目の前まで。これだ。これだ。長坂食堂があそこだったの分かったから。うん。まあ、ちょっと後で行くか。後で行きましょう。一旦ちょっと商店街を歩いて、うん、お腹空いてきたらもうちょっと後で行こう。ね、ここもなんか、工事屋さん？めっちゃいいじゃん、工事屋さん。もう商店街終わっちゃった。終わっちゃったね。終わっちゃいましたよ。ちょっと一通り歩いたんで、うん、長坂食堂に行きます。ねえ、楽しみ。入りづらいけど、ね、うん、こんななんか若造入れてもらえるのかしら。追い出されたりしないかしら。来た。あれさっきまでのれんなかったのに、のれん出てるわ。緊張するね、うん。よいしょ。どうやって注文してるんだ。あ、普通に湯がいてる。あ、一応なんかあるね、メニュー指標っていうか、うん、ちゃんとあんじゃん。あるね。うん、とりあえずラーメンとカツ丼を注文できました。よかった、一安心。カツ丼です。カツ丼です。麺です。うん。うまい。見えない。完食。おいしかった。今、長坂食堂を、うん、ってか、お金払った？払ってない。え？え？やばいよ、お金払ってないな。そうだよ。何も言われてないから全然気づかなかった。すいません。多分お金払ってないと思って。すいません、忘れてたと思って。すいません。
無危なかった、うん、気づいてよかった。無線飲食のことですか。ありがとうございます。ごちそうさまです。すいません、あぶねー、ちょっと今お金を払い忘れてた。おばあちゃん、そんなことそうだよねって言ってたよね、うん、すみません、お金払い忘れましたって言ったら、そうだよね、そうだよね、まだだよね、気づいてたのに何もそんなことある。おばあちゃん、なんか金に困ってる若者だと思ったのかな。かわいそうと思って。無銭飲食逮捕事件にならなかったわ、うん、食い逃げを逃れた、うん、美味しかったね。でも美味しかった。カツ丼とラーメンで1200円か。そうだね、500円と500円、2人で600円か、安いな、うん、今から行くのは土屋製菓っていうホストさんがおすすめしてくれた、うん、何屋さん、あれ和菓子だね、和菓子屋さんか、うん、なんかいちご大福がめちゃくちゃ美味しいらしくて、うん、あとスコーンとか、 なんか白あんを使ったスコーンとかもあったりとか、インスタめちゃくちゃ更新されてるので、まあ一応それがこっから歩いて駅の方だったんで、遠州森駅の方だったから、こっから歩いて20分、そんなかんのかな、20分だね、26分って書いてあった。26分。もっとかかる。20分ぐらいです。26分か。まあまあ今日いっぱい食うからね、歩いた方がいいよ、歩いて消費して、うん、いろんなもん食えるようにね。ね、土屋製菓まで行く道になんかカップケーキ屋があって、これも行きたかったとこ、行きたかった。おー、いいね、こんにちは、美味しそう。ほうじ茶ホワイトチョコとクッキーとクッキー、いや美味しかったね、めっちゃ美味しかった、めっちゃ美味しかった、うん、ニコッペおすすめですね。ニコッペおすすめですよ。なんか森町にいて、うん、来てからめちゃくちゃ食ってね。一生食べてる。なぜならホストさんのご飯がずっと美味しいから。そう、ホストさんが3食めちゃくちゃ美味しいご飯作ってくれて、うん、朝とかも米2杯食っちゃうし、昼も普通にパスタ結構大盛りのとか食べるし、うん、1.5 人前くらいだよね、たまに。夜も必ず俺2杯とか食べちゃうから、うん、で休日もこんなスイーツばっかり食べて食い倒れ。そうで、あと仕事の休憩にお菓子が毎回出てくる。かりんとうもね、お汁粉とかさ、うん、だから1日5食食ってるみたいな。いや、そうね、いやもうちょっとやばいよね、食べ過ぎ。石積みで消費したけどしきれてない。そう、仕事が石積みで、うん、結構疲れるからお腹が空くっていうのもあるんですけど、うん、今までなんかそういう体力仕事を私はあんまりやってこなかったから、うん、オフィスワークだったからこそ余計食べちゃう、反動で。ねえ、だから運動しよう運動しようって言ってもさ、うん、全然運動してない、一回も運動してない、まだ。明日筋トレしようって言ってさ、一回もね。口だけ筋トレ。旅したら痩せるかなとか言ったら普通に多分太る。逆太る。でも太ってるかもしれない。太った絶対。美味しいもんいっぱい食べれるから、ね、うん、でも俺らも一応0円旅とか言ってるけどさ、うん、生活費はマジでかかってないもんね、うん、食費は本当にかかってないし、うん、今日とか休みの日はさすがに自分たちで払うけど、うんうん、基本ほんと朝昼晩全部作ってくれて、うん、しかもほんと0円で生活してるみたいな感じで、幸せ旅で。しかもさ、こう下まで来るのにも交通手段がバスとかもあるけどね、時間がないから車で送ってくれたりするとまたお金が、うん、あれだし、ありがたいね。ありがたい、本当に、うん、それはその代わりに働かなきゃですよ、うん。そろそろ今日のお目当ての土屋製菓に、あ、これありました。あった、あ、こんな感じなんだ。超美味しそう。めちゃくちゃ買ったね。めっちゃ買った。なんかウグイス餅買おうとした瞬間に売り切れちゃったんだけど、 お店の人が気使って、うん、これから作るんでって言ってくれました。ありがたいね。じゃあこれどっか食べようか。はい、めちゃくちゃいい感じの公園か、これは。川沿い、川沿いになんか広場があって、いい、奥にベンチがあったのでいちご大福を食べます。いやめちゃくちゃいいな、天気がいいしあったかいし気持ちいいね。田舎ならではの広大な土地を使って、あそこが本当はさ桜が咲いてたら、そうね、この川沿いなんかすげえ桜が、桜並木が、うんうん、があって結構ね綺麗らしい、ね、みん
なお花見で桜のシーズンは渋滞するって言ってた。あ、道が、うん、かなりいい感じのベンチがあって最高です。見えてる？うん、よし、まあ、ウグイスも食べたい。え、ウグイス食べていいんじゃない？いいんだよ、肉食べ過ぎかなって。うちこっちね、ウグイス餅。うん、これはいちご大福の干しあん。いちご大福の白あん。白あん、これが人気。ウグイス餅、ウグイス餅、ウグイス餅。大丈夫、大丈夫、いただきます。わ、すごい、これ風が強いから粉飛んでく、粉がめちゃくちゃ飛んでくる。うん、変えよう変えよう。嫌だ。なんで嫌だ汚いいちご大福、俺は全然食えるけど、うん、ねじゃあ端っこにしてもらおう。うまっ。え、嘘、なんで？なんで？いや、変わんなくないもん。食べてない、食べてない範囲への侵食がすごい。ん？ね、どういうこと？しかも一応食べ過ぎだし。ごめん。味噌饅頭。これ味噌饅頭。これはアンビスケット。これよ。あ、アンビスケット2個買った。うん、だからいっぱいになっちゃった。大本命スコーン。何のスコーンだっけ？あんこのスコーンときな粉のスコーン。うん、美味しそう。うん、ラスボスのウグイス餅がいるよ。食べる？食べちゃうよ。食べる。いいよ、食べて。さっき汚いって言われるから、ちょっと。確かに。あ、ごめん、後でいいや。トラウマにさせちゃったね。ウグイス餅どうなんだろう。どういう味するんだろうね。おいしい。なにこれ。あー、やばい。なんて言えばいいの。ちょっと食べてみて。粉粉粉うわっうわ人糞じゃないから、ね、まず。じゃまず。リュウジが飛ばしたせいで上のウグイスの緑全部ないもん。だってほら見えるのかなこれ。あ。あ全部食ったし。全部食ったし。いぞ。お金はいらない。落としたの全部食った。自分飛ばす前に。で、人糞じゃないから。だからこの。ウグイスダニのウグイスダニウグイスなんだっけ。何ウグイスダニ。ウグイス餅か。ウグイス餅の粉だから。もち粉だから。商店街に戻ってきた。こんな感じだったんだ。結構いろいろあんだね。これがお米屋さんのジェラート屋。ここはアリアという店です。お米味、うん、人気ナンバーワンと、なんか現金で支払うとこのサイズのおまけがついてくるし、うん、これはほうじ茶だっけ。うん、桜餅、ね、桜餅あった。食ってみて。いただきます。え、冷たい冷たい。味は、あ、美味しい。
美味しい。うん。なんて言えばいいんだろう。お米？ちょっと食べてみて。すごい。すごいなんかこれ。うん。今まで食べたことない。ね。味がする。でも言ってたそのカルピスっぽい感じは近い結構。うん、バニラっていう感じよりもカルピス感があるね。さっぱりしてるね結構ね、うん、おいしい。あれだ、丸っこいふ菓子わかる、あのこういう、ああわかるよ、あれの味。確かにあれをジェラートにした味だ。うん、まあ、最後の目的地かな今日の。そうだね、まあ、結構歩いたから疲れたよね。うん、土屋製菓さんのやってるカフェ。そう、さっき餅、うんうん、なんだっけ、もちだっけ、いちご大福か。そう、いちご大福を買った土屋製菓がカフェをなんかオープンしたみたいなんで、うん、最初に行ったとこだね、土と雨と。そう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 、っていう古民家カフェにちょっと最後行って休憩したいと思います。ね、でも雰囲気めっちゃいい。雰囲気めっちゃいいよね。あ、ここだよね、ここ。いいね、うん。こちらホットサンドになります。梅のソースと。どう？鬼がいわ。鬼がい大人の味だわ。今土と雨と出てバスでこれから帰ります。ねえ、いっぱい食べたね。いや、もうだいぶ満喫したね。ねえ、楽しかった。森町の、うん、景色綺麗、こっちめっちゃ綺麗。いい感じだ。森町楽しかった。楽しかったね。でも森町にはあとどんくらい滞在するのかな。あと5日間くらいかな。2月6日までだから、うん、あと5日間くらいか、うん、早かったですね。なかなか早いね。じゃあ今回も見てくれてありがとうございましたありがとうございました。